久々に帰ってきました。やりましょうか。真央くんが来て訓練に当たらせてんだよね。で、ここ3人を出撃させようというところで、準備はできてて、どこへ行こうとしてたのかな。かな、ちょっと待って、くらっ、これを一応持ってきたいんだよね。どっちか装備できるか。できる？できるね。あ、二つになってるか。あれ？でも、ああ、そうね。出陣したら一個だけなのね。というか装備してる？確認してないね。よし。じゃあ、このメンツでいつまでも。ああ、でもな、そろそろバーンと、いつまでも逃げてられないなと思ってこっちって思ったんだけど、考えてみれば白骨城出てるんじゃん。白骨城制覇したいな。このメンツでいけるかな。行ってみよう。いけるか。骨まで、骨だって。みんな骨だよ。髪まで行きたいけどな。2本目を切れるか。ちょっと待って、術は凡品あるね。サン君が使えるな。ただ2人とも影を使えないのかい。わお、影狼が使えないだと。いけるのか。来るのお前ら。いやー、寄らないでー。よし、おう。でもまだ黄色いのあるんだよね。よし、よっしゃ。ここぐらいがね、簡単に倒せなきゃ。ぴょん、よりゃ、いっそう。サン君のためにも奉納点貯めておかなきゃ。次の更新が待っておる。よし、入った。階段、プロレスラーがいっぱい待っている。よいしょ、どうだん、ね、よし、上がってくよ、どんどん。階段はどこだ。おお、隠れておった。よせめてならマンキングをよこせ。えらい。カルアシさんがいたな。恨み足か。恨み足は鈴使わなくていいな。もったいないね。俺行くぞ。どん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 。でも油断はできないからな、こいつ。パワー貯めてくるときあるし。でも、ああ、勝てえな。1、2か。えっ、おい、避けた、避けた、えらいよ。1打しか行かないのか。こういう時にポンピン。うん、いい伸び具合です。バシャ。わあ、ほら、止め始めたよ。止めてるよ。そうそうそう、うーい、耐えれるぐらいだったな。効率だったからもあるかもしんないけど、いけそうですね。うん、健康はちょっと取っときたいからね。よし、いいよ。最初から3台いってくれると嬉しいんだけどな。まあ、倒せたからよしとしよう。うん、ごぞ。
で、でん次は右と左のカイナだな。その前に、あ、うふ、いっぱいいる。ジュバンがいっぱい持って、カラシさんもさすがに一発ではいかねえか。ハカラシ、お、逃げた。避けた、逃げた、逃げた。もうちょっとで、あ、ふ、サン君が上がりそうだな。少しは叩いていきたいけれどもだ。おお、こいつら足が軽い。よいしょ、よし。おお、上に行く階段はどこじゃ。せめて星止まれや。閉まる。うん、だいぶ耐えられるようになってるな、うちの一族。よし、いいよ、上がった。心が伸びているね。あったあったあった。お、健康注意。お兄ちゃんに使わせてばっかだと。マルコが使えないのか、君は。なんてこと。返せ。とにかくだに徹してもらわなきゃ。なんかトールちゃんは、あー、おーおーほほほおほほほおほほおほおおー、いたのかい。あ、でかいのいる。マッシュ揃った。あの予備人、ういうい、いよ、前列いっといて。えらい、せっかく3倍ならね、全員倒したいね。いよ、ちょっとこれ使っとこう。ういしょ、さあ、あ、不正解。宝物庫の扉が閉ざされた。まあでもこれが右と左階段のゾーンだな。よーし、うぞ、明らかな罠で。黄色いけどね、全部呪われてるような名前だし。揃った、揃った、ポンピン。よー、これを使った方がいいかな。走行七草ズワン。あ、避けた。あいつ避けがった。あ、でも82しか食らわない。おお、左ちゃん結構だが強いのか。うい、左のだが強いぞ。よいしょ、耐えろ、切れる？うりゃ、よし、叩け。あー、落ちなかった、残念。ちょっと立て直そうか。あ、もう一撃ぐらいだったかな、もしかして。とりあえずこっちを減らす。課金が避けられてるし。避けられてるよ、あなた。ちょっと下がって、で左を叩く。うん、倒しそうな気がするけど、どうかな。よし、調整完了。いいんじゃないか。これで、これで、これで、これでどうだ。おい、完璧。はい、一旦技伸びてるな。急に伸びたね、アモメさん。南京路は取っときたい。養老水も取っときたい。
一号。おしず。よし、登ろう。捨て丸まで行けるかな。おお、色が変わった。うい、うい、うい。緑のがいっぱいいる。緑のがいっぱいいる。シュレックがいる、シュレック。あ、しまったな。これは外れか。外れコースだ。じゃあ、宝物庫コース。この辺りは、おう、もう弱いかな。ちょっと待って。整理しますか。茶碗、茶器もういいな。装備、装備下がるよね、多分ね。うん、もう下がるタイプだと。もうちょっと上がれるかな。だからこれは外れのルートだって。戻ってどうすんじゃ。行くぞ、進め進め。ああ減る、健康が1個減ってるけど、炎があと1個だからもったいないけど登るか。ちょっと待って、予定は実戦部隊編入だから、次の月まで練習ができるんだな、あの子は。で、ここが閉じるのはって考えたら、やっぱ遡ってた方がいいよね。はいはい、囲まれた囲まれた。お、の開けた。のわけ落としてるよ。のわけ欲しいけど逃げられた君ら頑張って、火力が足りないのかい。空っぽじゃん。おちちち、逃げろ逃げろ。危ない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 。あ、しまったぞ、しまった音がしたぞ。奇襲攻撃出た。メイド土産が、ああ食らってる。あ、覚えてる、さすが潜水手。ちょんちょん、うい、前出ようか。はい、そんなにダメージ強くないのか。死にでしょう。とにかくメイド土産を倒してしまおう。おりゃ、よし、打ち取った。で、満金炉は欲しいから、ここら辺の下がったし、いっぱい捨てておこうか。ここまでかな。これも捨てよう。ほい、ここまで。ボーン爆発したし。もうまく覚えてる。よし、下ランバー、暗闇の罠。ここら辺は全部ゼニカ。ゼニカ。よし。潜水手。よし。走るのが遅くなった。潜水手。お。
ここがまだか？だな？来た？ステさん来た？あー来たー、ステ。ふぅ。できれば、紙で赤い火行きたいから、とりあえず使おう。お、壊れなかったぞ。それ、多分使っとくでしょ。行こう、とりあえず。レッツゴー。これを倒せなきゃ、神も倒せないよ、君ら。あはははははは。まだ主天がいなかった頃、帝の命で初めて大山に登った。神の子を名乗る妖怪の征伐だとか聞かされてたけど、金をもらえりゃ理由なんてどうでもよかった。喋り方腹立つわ。俺たち女に化け、明智君が酒を持たされて奥の御殿に侵入した。こんな単純な奇襲作戦が大成功。俺たちを疑う奴はいなかった。まさに神がかりとはこのことさ。同じやり方で、はめたんだよな、主人公たちのお父ちゃん。無抵抗の奴をただ切るだけ。負ける気が毛の先ほどもしなかった。けけ。今と同じようにな。喋り方が腹立つわ。解放にはならなかったか。そうだよな、まだ。ああ、そっか。一回山越えてから、一度は倒さないと、解放になんないんだっけか。右叩いとく。右。かげろう覚えてないんだから、とりあえず結界にしとくか。どっちも当たっとるやん。ちょっと、サン君。避けれないのか、お前。結構ダメージくるな。おい。うわ。力貯めてますけど。とりあえず、マルコ。うわー、とこ読みか。ノー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 。トールちゃんにとこ読みはやめてください。マジで死にますから。ちょっと、親神に助けを。とこ読み返し。わお。どうですか？あ、一体聞いてる。マジで。マジで？ちょっと期待してバフしとくか。バフバフ。真ん中64か。いけ。おお、はたいてるはたいてる。おーし、よけた。えらいぞ。甘め、お前もサポートするんだ。ボンピン。まだ混乱してるね。そっか、これ使ってなかったな。この辺ドン。よし。あ、収まっちゃったの。まあでも避けたか。偉いよ。後ろの二人が食らっちゃうな。お豆ちゃん、マルコ使えるじゃん。マルコ使っとこうぜ。よし。で、飛天脚。うりゃー。ドーン。どうだい？ああ、いけるね。骨吐くのやめてくんないかな。骨。
ど、おお、回復してた方がいいような気がする。一旦カゲロウもしとこうか。もうちょっと回避を上げたいね。おお、右が力貯めてるのか。あ、復活したし。マジかー。おーい。おーい。電キャー。どう？そりゃ。どれぐらい？ 300 か。うい。右。右。わたつみ。全体に攻撃したいんだけど、全体に。ね。ってなったら、そう、あなたの番なんですけど、前列扱いにはなるのか。ダメージ、どうだい？叩ける？あー、そんなに大きくはないね、まだね。おー、もう、隊長が倒れたぞ。あ、まだ早いか。キュー。どうだ、サン君、生きてるかい君、無事？出撃隊が帰還されました。はい。ああ、無事でしたか。ふう。新南鎮魂。ダメだったね。休憩してようか。自習ではなく。これ送電はしてるんだから、休憩してるサン君に教えおこうかって。まだ元気だね。投資様、あなた元気ですね。すげえな、元気なまんまだ。しまったなぁ、時のぼり無駄に使っちゃったけど、まあ仕方あるみ。あれ、蔵に入れちゃった。今度こそ行くしかないかね。サン君のお嫁さんを、お嫁さん候補を解放しに行こうか。このメンツで行きましょう。ご分お祈り。はいよ。まずは最初の難関をクリアできるかどうかだ。最初の難関を。この3人は耐えられるのでしょうか。耐えなきゃ、まだまだ神には遠いよ。そして羽衣様はもうお年を召しているからね。君たち代替わりをしなきゃダメなのだよ。普通の武器でも強いのね、あなた。今何装備してるの？属性なしじゃん。技水。トールちゃん、ああ、技低いのか、君は。道理で。マルコぐらいは覚えてほしいな。次の代でもいいからよろしくね。お、ケゴン。ケゴン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 。まあ今となってはマナ姫の方がいいのかもしらんけど。あれ、武器炎のつけてきてないよね。あ、よし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 、危ない危ない。炎じゃ威力が落ちる。心が近いからね。今のうちに。よいしょ。ああ。うわあ。あ、ネタロウもあるのか。
そうだね、ここあんまり来てないから取ってない術とかいっぱいあるだろうな。まあでもこの手前で狙うよりも奥の確率が上がってからを狙うのも手だよね。ただ奥に行くまでの技量があるかどうかだ。揃った。待って、せっかく揃ったんだから倒そうよ。おお、倒しきらんかった。よし、いいぞー。あれ、行き止まりだった。おう、もうそろそろ上がるところに来るかな。あ、本物庫的なところに来てしまった。回っていくよ。でもとりあえずバッサバッサ開けて、よし、ぞ、あー、当たった。金だらけ。うりゃ、打ち取ったり。危ない。嫁候補のところまでは行きたいんだ。よいしょ、よいしょ。解放できなかったりしてでもあの装備で合ってると思ったけどな。よいしょ、来た。てれー。さ、いざ勝負。最強の人魚といざ勝負。第2弾。マナちゃんって何回倒せば解放できんだっけ。生きたまま肉を食いちぎられたことなんてないでしょ。ないです。めちゃくちゃ痛いのよ。でしょうね。でも人魚ってそれくらいのことじゃ死なないのね。うん、これでも神だし。神扱いなのね。だからここへ来るまで毎日が地獄。うん、せっかくだから。いりません。あなたにも教えてあげるわ。いらないです。バッシャーン、骨。ギャー、きたー、きたー。揃ったー揃ったー。みんな頑張れ、弾寄せろ。あ、避けられたし。ダメダメ、弾寄せろ、どんどん弾寄せろ。間に合うかな、弾寄せろ。また回避された。あー、来た、来たよ、来たよ。大丈夫か。よし、えらい、えらい。お母さん回復。トールちゃん間に合ってる、間に合ってるね。よし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 。ただお前はマルコが使えない。ういういダーは怖くない、ダーは。問題は君の場合は違うんだ。術が怖いんだ、術が。とにかく引っ張れ、引っ張れ、引っ張れ。よし、12は取った。君は叩こうか。倒せるかもしれないし。いやーん。今は叩け。投手。お、いたかな。あ、まだ。倒せるよね。いけるよね。足りない。きたー、マナー。うーす。もうちょっと頑張れ。叩け。倒した。よし。フィアー。3回打撃でよかった、本当に。連続マナ姫来たらもう落ちてたもんな。勝利。勝った。おお。まだ伸びるね。いや、娘の技も伸びてきてるけど。人間なんてみんなあの子たちに殺されちゃえばいいのよ。そんなこと言わんでくれ。よっ、よし。はあ、緊張するわ、マナちゃんとの戦いは。さ、問題の
場所まで行きましょうか。やあ、いやあじゃねえよめ。しらじらしいわ。しらじらしいわ。だから友人として忠告してあげる。怪我したくなきゃここから回れ右してお帰り。いやいや、もう前の段階で怪我しとるからお前。この先にいらっしゃるのはかつて天界一の美女部と謳われ、最も人間を慈しみ愛したお方。はい。その心は常に熱く、その力に至っては多分僕の半分近い。半分なのね。とてもとても君たちの叶う相手じゃない。それにね、彼は昔とは少し違う。君たち人間が大嫌いになったのさ。いや、もしかして今は好きかも。確かめに行ってみるかい？くそ、楽しそうだな。お前のせいだろう。おい、いいのが来たね。え？いける？お、避けた。避けた。自爆。カエルが自爆するなんてことあるの？いやん。でもそんなに強くはなかった。逃げたし。いあ、いた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 。あう、止まんない。ってことはやっぱ装備しなきゃダメか。うん。逃げた。じゃあ一番防御が高いのは投手様か。当主様、直々に羽衣を、白雪の小袖を着てもらおうか。これでどうかな？止まる？はい、止まった。あとは確実に倒すだけ。よし。解放。松花御前様解放。イエー。よし。お嫁さんゲットです。シャン。あ、美人。素敵。よし、これで当初の目的は OK だね。ではでは、徐々に進みながらかな。よいしょ。ここは剣が1個残ってるぐらいかな。どこ？うーりゃ。伸びないね。お、返した返した。打撃がやっぱ効くね。ぐるんぐるん、早いな動きが。ぐるん、変わってないねラインナップが。うりゃ、縦割り。おお、力止めされた。いやいや、はい、おい、復活早めに戻ってきたよ。あ、もうちょっと、まだでも火はあるから成長まではいけるはずだ。よいしょ。ジタバタしてるけどあいつ。お、色が、おお、なんかいる、なんかいるけど、どうかな。あやめの冠が来た。飛びまなこ。OK。どうだ。返した返した返した。いいよ。硬いのかな。硬い硬い硬い硬くない。お、逃げる。あ、逃げる。驚対処。あと1、あと1じゃん。ちょっとこれも、お、天竺の宝冠。コベちゃん、コベちゃんジャンプする。えい、おー、倒れない。
援軍呼ぶな呼ぶな呼ぶなお前。おう萌え子、萌え子使うの。よし、えいひなし、封じられたまあすぐ聞いちゃうんだから。えい、あーこれは倒せないかな。あさすがトシ様ありがとうございますあのアマメさんあなたまだ一切も言ってないのに何ですかその感じは。とりあえずこの辺り使って帰りましょう。はい、てんてん、ただいま。よし、むつはなさん OK だね。あー公式試合か。ででん、いい感じにだかな。六周、そっか、討伐、討伐じゃないや、あるのか。三君、三君まだ回復してらっしゃらないのね、あなた。これはさすがに、まだお亡くなりのパターンではないと思うけれどもだ。マメちゃん、あなた8ヶ月であの伸びなの？ちょっと困ったな。座敷わらし、ちょっと装備を変えてあげよう。土だよね、土、土の指輪しかないか。とりあえず土にしとこう。どうしようかな。まだちょっと健康が下がってるけど、この4人にして討伐し先行試合してからしてから更新にするかがいいかな。ちょっと漢方薬飲ませて、どう、ちょっと見損ねたけど97までは来た。道具整頓したっけかもうダメだ、いろ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 やれていない気がする。えいえいえい、ここら辺を放り込んで装備、頭、あー下がるか、下がるんですね。じゃあいいや先行試合、あでも髪一本倒したからどうかな。ちょっと行ってみるか。後藤家の名に、ででん、もうもうもう、夏、夏の大会、いる、いない、まだいないね。うん、よしよし、いぞいぞ。じゃあサクッとね、サクッとお兄さんたちが倒して稼いでくれるから。天尾くんは甘んじて、おお上がっていきましょうな。上げていこう、成長を上げていこう。遠く、よし、こっち、おおー、こういいよ、やお、よし、いいよ、一本、どんどん一本勝ちしてるよ。おお大丈夫です。次はででででで、やり、お、硬い、硬いのが来たぞ。硬いのが来たが、いけるか。
し、下倒した。お、返した返した。君はね、前に出ちゃダメなんだまだダメだよ。300もうあるのか。それはそれでいいんだけどね。ダメダメ、こっちから下から順にね、目指すのは一本勝ち。こういう時大将が弱い場合もあるけど、どうなんだろう。よし、判定入る前に、よし倒した。えらい、一本。うい、いらないっす。お、朝一つ撃退。おっつよく勝ち残ってきたよねこれでね。あ、前に出しちゃった。うい、ここサビ。うりゃ、あれ避けられてるよ。よし、えらい、叩け叩け。それまで一本。よし、優勝優勝優勝じゃ、優勝じゃ、優勝。ででででで、分かった、優勝したのは分かったよ。でーんででん、はい、あ、もう押しちゃったまあいいさ。あ、知らないがあるじゃん。きた、弓シーンないし、イガグリもないな、この辺りで。よしよし、アマオちゃん17。あ、普通にダメージが強かっただけだったね。よかった。じゃあ更新しましょう。サン君お待たせしました、更新をしましょう。ちなみに君のお母さんってぐるんと待て、お母さんはヒガンちゃんで、お父さんがカッキさんか。まあ一応このために解放したんだから、解放した神様行きましょうや。わ、土も申し分ないもん、十分十分。あなたです、あなたに決めました。謹んでお受けいたします。はい、さあ、色白に青髪。ああ、あそこの風とあそこの土がこううまく勝ち合えばちょうどいい値になるんだけどな。でーん、どっち。お、女の子だ、青目の女の子だね。あそこの風がいらない、あの風はいらないけど、いいとこだけ引いてくれ。でも女の子だね。今月も張り切ってバーンと行きましょうね。ってとこなんですが、今回はここまでにし、はあ、どうしよう、間もなくですか、あなた。そっか、トールちゃんはちょっと女子なので、あと2ヶ月ぐらいしてからかなと思っております。はぁ、あ、当主行ってしまわれるのですね。あ、表示間違えた、よいしょ。じゃあ今日はここまで、お疲れ様でした。